さて、トリッカーでね、フロントフォークオーバーホール確認ツーリング、まあ、散歩ですね。別に目的地があるわけではないんですが、のこのこと出かけております。いやー、あったかいね。まあまあ一応防寒装備はしてますけれど、まあそんなに着込んでるわけでもなく、ライトな感じでですね、全然寒くない。やっぱり日差しがまだあるからね。今何時ぐらいかな、1時半ぐらいかな。フロントフォークのねオーバーホールを、ワイ君の手伝いというかほとんどやってもらったんですけど、まあ、1本は、まあ、ほぼやってもらって、2本目は、まあ、一応教えてもらいながらですね、私も作業して、やったという感じですね。まあ、なかなかですねちょっと失敗もしましたし、やっぱりね失敗っていうのはね大事ですね。いろいろ分かりましたね。それでね、フォークのオーバーホール自分でするのってね初めてだったんですけれども、まあ、内部の構造とかもですね、まあ、いろいろ解説してる動画はあるんだけど、動画とかねそのブログとかあるんだけど、やっぱりね自分でやってみないとね全然ピンとこないんですよね。でそれがね やっとこう感じが分かりましたね。嬉しいな。分解するって面白いですね。そしてねやっぱり結構なんていうの、簡単ですね。まあ、特殊工具は2つ必要でしたね。でもね、くさび状のソケットと、それからオイルシールを打ち込むためのハンマーですね。まあ、その2つがあれば自分でできるということになりますね。まあだけど別に買ってまたやろうっていうほど頻繁にフォークをオーバーホールすることはないとは思うんですけどね。まあそれとね、まあなんだかんだでそのセルフ整備でですね安く済んだとはいえ、まあそれでも1万3000円はかかるわけですね、パーツ代だけでね。まあオイルがもう結構漏れてたし、あとね、まあ、バラしてみたらすごく、オイルが汚れてたんで、まあ良かったんでしょうけど、まあ私ははっきり言って違いは大して分かんないっていうかね、あ、これで良くなったんだろうなって思いながらね走るっていうだけなんですけどね。まあでもやっぱねオイル、フォークオイルがまあ漏れてるっていうのはですね、やっぱりよろしくはないですよね。その地面に垂らしちゃったりとか、まあ、そこまでの状態ではなかったけど、でも地面に垂らしちゃったりとか、あとはブレーキの方にねキャリパーに付着してブレーキが効かなくなったりとかですね、まあ、そういうことが発生すると大変ですから、まあ、タラタラのね状態ですけどね、そこまで行くのは。N 芋してしまいました。なんということでしょう。そしてね、もう一つこのトリッカーがね抱えてる問題があってですね、2足にちゃんと入らないとか、それはその結果として抜けちゃうとか、3足に上げられないっていうケースがすごく多くてですね、まあ、ちょっとねストレスだったんですよね。でそれもねちょっと今度まあ、予想されるねその原因の部品を交換しようかなって思っているんですね。まあそんなに大変じゃないみたいなんでね、
で、ただね、ちょっとまあその前にね、調べてみたんですよ、さっきどんな感じだったのかなっていうのをね。そしたらね、セローとかトリッカーの持病として、ギアのね、その入りが悪いとか抜けないとかですね、抜けちゃうとかですね、まあそういうことが起こるから、それの対策としてこれだっていうことを書いてあるサイトがあってですね、でそれをこうと思って見てみたんですよ。でそしたらね、なんかめちゃめちゃシンプルっていうかね、いやそれは違うんじゃないのっていう感じのことが書いてあったんですね。まあ何かっていうとですね、ちょっと分かんない人には分かんないと思うんだけど、チェンジペダルの軸になってるボルトにですね、グリスアップするっていう、それだけの対策なんですね。まあ要はチェンジペダルが動きが渋いから、ギアがちゃんと入んなくて抜けちゃうんだっていう、そういうことだと思うんですけれども、それが持病だっていうんですね。まあ確かにね、そういうことはあると思うんだけど、でもそれで2速だけ抜けるって、それはないでしょって思いながらですね、まあすごい簡単だからさっきやってみたんですよ。で今ね、ここまで来る間ですね、一回もギア抜けがないんですよね一回もギア抜けがないし、なんか1速から2速に入るときにね、の手応えというか足応えというかですね、なんかしっかりしてるっていうか、いい感じがするんだよねなんか今までよりコンテ入ってる、しっかり入ってる感触がするなぁと思ってまさかこれで解決なのかな。まあそれだったらめっちゃありがたいけどね。ちょっとバカみたいなって言ったらあれだけど、今一速でね、なんかね、二速に入る勢いがすごいいいんだよね。コンって入るコンってしっかり入ってる感じがする。これで解決だったらまあお得だよね。全然0円だよ、グリスだけだもん。ネジ抜いてグリス抜いてネジつけて終わり。そんなことある？それだけのことにずっと俺、北海道の時もずっとなんか買ったりなとか思ってたのかな。とりあえず治ってるかもしれないっていう期待をしてますね。まあ、これで出なければまあ全然まあ OK ということでね。もうね、11月の末ですので、オフロードタイヤにしてオフロード走行を楽しむモードに入ろうかな。落ち葉があれですね、多いですね、路面にね、どこもかしこも。そういう意味ではちょっと走りづらい。さあ今日はどこに行きましょうかね。そしてね、まあ、そんなに遠くに行く感覚ではないんで、極めて当たり障りのないところで景色を眺めて帰って。いや、トリッカーもいいんだけど、やっぱりスーパーデュークで一昨日同じようにこの辺走ってるんだけど、スーパーデュークの方が圧倒的に面白いんだよな。トリッカーの気分の時もあるけどね、気分に合わせたバイク選びをしたい。冬どう使っていくかな。霞ヶ浦に行くのにタイガーでまあ行くのも別にいいんだけど、やっぱりスーパーデューク乗りたくなっちゃうよね。タイガーで行くんだったら、せっかくだから積載量を生かした、まあ、デイキャンプみたいなことをするか。まあそれいいな。なんか湖畔でちょっと弁当を広げて、弁当じゃねえや、ちょっと軽く調理したぐらいにしてですね、でピクニックみたいな感じでね。ああそれいいんじゃないですか。いいんじゃないでしょうか。今日の夜ね、390デュークのオークションが終わるんだけど、落札
入札しようかどうしようかちょっと迷ってんだけどね。やっぱりあのネットの格言でね、買う理由が値段なら買うな、迷う理由が値段なら買えというですね、素晴らしい格言がございましてですね、私ははっきり言って390デュークをすごく乗りたいとは思ってないんですね。ただ、ジムカーナしたりとかなんかいろいろこう遊んで使い潰せるバイクなんじゃないかなって思ってて、まあ安ければ欲しいっていうまさにそれなんですよね。まあやってみないとね、何事もわからないし、私の場合ね、何か行動しないと始まらないっていうところがありますからね。ただ今一番欲しいのはやっぱりね、ドゥカティスクランブラーはもうなんかもういいかなって気分になってきてんだけど、スクランブラータイプのバイクでダラダラツーリングするっていうことをしたいっていうのは未だにやっぱりあって、でトライアンフのストリートスクランブラーが今は欲しいですねそれか、ストリートツイン、どっちか、900cc か、 900cc のね、パラレルツインエンジンを積んでいるんですけど、まあ大排気量の方が私は好きなんでね、まあ1200もあるけど、ちょっと値段的にちょっと高いし、まあそこまでのことは求めてないような気が自分でもしてるので、まあ何事もね、やっぱり乗ってみないとってことですよ。そしてね、いずれ買おうっていうふうに思ってもね、今年の冬は二度と来ないんでね、冬の間こうだらっとそれこそ霞ヶ浦あたりへ行ってね、気持ちよく走って帰ってくるようなバイクとして欲しいですね。しかし5台でもきついのに6台はもう無理だな、完全に車庫に入らん、ガレージに入らない、外に置かなきゃいけなくなる。さてちょっとここを右に入ったらどうなるのかなっていう素朴な疑問で入ってみよう。そしてね、今日こそは、景色が眺められる高台に行きたいと思いますね。強い石で、いや強い石別に必要ないんでね、ただ行きゃいいだけなんで、この目の前のね、山の中腹のところにあるですね、展望公園があるんで、あんまり行かないんですよね。よく近くは通るんだけど、この辺は通るんだけど、なぜかあんまり行かない。なんだろうな、行き止まりだからかな。あ、ここに出んのか。なんだ、ちょっとショートカットしただけだった。いや抜けないねじゃあここを右に行ってみますか。紅葉してるね。いやここまで一回も抜けてないねマジか、本当にそれが原因だったのか。シフトペダルの渋さ、そんなにめっちゃ渋いわけじゃなかったんだよね。ちゃんと動いてたし、ただちょっとねボルトは歪んでた感じはするけどね。だから少し確かに動きが悪かったのも事実なんだけど、デリケートなのかね、やっぱりその辺のパーツっていうかね。まあ特に2速は1速との間にニュートラルがある関係もあって抜けやすかったりするのかな。いやそれにしてもね、もっとね収入があればこんな心配しないでね、4台でも、あ、5台でも6台でも買うんだけどね、なかなかね収入、カレンダーが今日来年のね、カレンダーを作ったんですけど、まあ、まだ販売できるかわかんないんだけど、まあ、販売できてね4万部ぐらい売れれば、まあ多分
すごい金額になるんで、一部400円だから利益、4万部売れれば1200万円か。ちょっとぜひそのぐらい入れてほしいもんだな。そしたら毎年カレンダーの売り上げだけで生きていけるよな。ぜひそうしたい。もうカレンダー屋として生きていける。4万部注文入ってもウェブサイトの方が対応できないかもしれないもんな。その場合はあれだね、ちょっと頑張ってもらうしかないね。こう設備投資してもらって俺のために。あー、1200万円入ったら何買おうかな。ちょっと計画しとかないと。さあ、ここですね、富谷観音。ここでね、こっち行くとめっちゃ険しいんだけど一応上がれるはずなんだよね。あ、中腹にね、青い展望台が見えますかね。富谷山自然公園。お、チャリンコで行くのは彼ら。これはエンジンのパワーに頼るよ。あ、だけど自転車のなんかトライもしてみたい気もするね。どっからどこまで自転車で行ってみるみたいなね。助走しています。この階段があって、こっちが道路ですね。はい、結構こう趣のあるよく言えばだって、登山道があるね。まあ、こういう道を走るのにはこのトリッカーはぴったりだね。小回りは効くし、デュアルパーパス向けのタイヤがついててね。さあ、ここで途中の、まあ、本来のというかですね、大きい道に出るんじゃないかな。大きいって言ってもそれほどではないんだけれど、ここにもこんなちょっとした東屋があって、なかなかいいじゃないですか。あー、今日景色あんま見えないね。まあいいや、まあ、とりあえず上がってきますか。まあ、遊歩道というか登山道というかですね、まあ、整備されてるっぽいですね。あ、まだ出ないの。まだ出ない。いいぞいいぞ、山頂に向かっていって、どんどん来ればいいのにね。なんで俺あんまりここ来ないんだろう。に出まして、で、こっからさらに展望台に上がっていく道路。ここの下までがね、ちょっと走りやスポットらしいんですけど、スクーター、展望台に登る人ですね。で、こっちに下がっていくと公園があって、公園からもまあまあ景色が見えるはず。今日日曜日だからな。どうだろうな。人いっぱいいたらどうしよう。ちょっとだけいた。車の中で。よし。どうだ。フロントフォーク。オイル漏れしてないね。よしよし。の方にですね、東京のビルが見えますね。あ、一応見えるね。ちょっと木が邪魔だな。意外と木が邪魔だ。こんなに前茂ってなかったような気がしたけど、ちょっとこの辺でじゃあおやつタイムにしたいと思います。じゃあ帰りますかね。しかし
走り屋スポットになってるらしいねって言ったら、本当に目の前の道路をずっと往復してるバイクのと思われるエンジン音がずっと聞こえてました。いるんだね、未だにそういう人で。ここを上がっていくと、まあ景色がいいんだけど、まあいいやっていう。駐車場からもっと近きゃいいのにな。ここは何だ、ここは富谷観音か。これどんな人が走ってるんだ。ああいるね、結構。ああなるほど、そういう感じ。今ね、おお、つなぎきてる。こういうね、減速バンプもあるんだけど効果を果たしてない。あ、後ろから追いついてきたね、3台ぐらい。あ、減速バンプもある。この駐車場で U ターンか。なるほど。山の中に入ってく道があるっぽいんで、そこに行ってみようかなって今思ってるんですよね。ただ行き止まりっぽいんだけどね。どこ右行って、ここか、ん、ここか、ここか、ここだ。これはそこの鉱山的なところに行く道か。鉱山じゃなくて、なんだろう、採石場。ちょっと行ってみよう。なんだろう、ここ神社。立ち入り禁止だね、関係者以外。あ、やっぱそうなんだね。そういう場所でした。残念。なんかフィリピンで山の中に行ったら結局工事現場みたいなとこだったっていうのを思い出しましたね。さあもう一つですね、ちょっと走ったことないところに行ってみようかなと思いますが、行き止まりのところにあるため池みたいなところですね。まあやっぱり何があるってわけではないと思うんですけど、暇なんでね。暇っていうか、ああしかし夕方になると急にこう冬感が増してくるな。寒いっちゅうか。この辺ね、右側の山の中入ってみたいけど、結局なんかその採石場みたいなのがあったりして、そういう場所なんだなっていう感じですね。道間違った。ここ道なの？ 300m 先、ここじゃねえ。神社だ。あるね、神社。あーなるほど、ここだったのか道は。いや別に知ってる道じゃない。はあ抜けた、二足やっぱり抜けた。あー抜けるか、一回もここまでなかったから。
解決っていうわけにはいかなかったな。こっから先行き止まりなんでね、ちょっと気まずいかもしれないですね何しに来たんだ感が出ちゃうかもしれないけど、だからこそ行ってみたい。うわー、もうこの辺日陰ですね。すごー寒い、寒い。山の上の方は赤くなって綺麗です。そろそろね、あの山登りとかもしましょうかね。あ、ここは、なるほど。でここで終点でため池になってんだね。釣りしてる人いたね。益子世間遺産だ。こんにちは。なるほど。ということで、から先はただの畑。あ、神社があるじゃん、そこに。あれ、まだ道がある。あー、福島東幹線、またこれか。あれ、行けんじゃん。へえ。そして分岐じゃねえや。あれ、まだ続いてる。え、ちょっと待って、予想外だ。なんかあった。家、あら、このお宅で行き止まりか行き止まりでした。なんだ、住んでんのかな今日ってわけでもないな。あ、ここ、あ、道あったけどロープが張ってあって入れないですね。久しぶりにちょっと探索っぽい感じになりましたが、ここまででした。ちょっとドキドキした。何が出るのか。まあどっかに出ることはないだろうなとは思ってたんだけど、でも反対側だから、あの池をね、回り込むように、ただ周遊するその道があるのかと思ったら繋がってなかったですね。で、反対側反対側でなんか神社みたいなのがあったから、ちょっとあっち側も行ってみますかね。登んのかな、そこ。この電気柵が張り巡らされてますが、全然使われてない位置だ。そこから先は行け、ちょっと行くのはやめた方が良さそうな位置ね。あ、結局はゲートみたいになってて、でここが神社。すごい雰囲気があるね。ちょっと行ってみよう。
延々と登っていきますが、どのぐらい行くのかな。さあ、ちょっと祠があって、ここで終わりか。 そうか、もうちょっと上かなって。どうやらこの先はないようですね。ということで下っておりますが、もう少し足の運動になったやっぱりなんですかね、地元のその地域のこういうちっちゃい神社っていっぱいあるんけど、どういう人が管理してるのかね。やっぱり信仰の厚い人が、まあ、ここもなんか、基礎、まあその、寄付したみたいだけど、こんな立派な階段、すごいよ。この鳥居とね、相当な金額だと思うけど。すごいです。鴨鳥神社、一応念のために鍵は抜いて誰も来ない、誰も来やしない。右側のこの場所は何だろうな、あんまり踏み固められてないけど、なんかあんまり入んない方がいいかなっていう感じが微妙にあるんで、よし、じゃあ今日はこんな感じで、意外とちょっと走ってみれば、なんていうんですかね、面白いところとかいいところに出たってわけじゃないけど、でもちょっとした発見がありますね、いろんなところがあるもんだと思いました。ということで今日はこれで終わります。ありがとうございました。